ゆっくりでいいですよ。ねえ、もう今年は復興だってみんなで頑張ろうぜって言ってるんですけど、いいですね、ちょっとねキャラが強いですけれどもね。あ、どうぞどうぞ喋ってください、どうぞ。はい、特設会場にお越しのお客様、今治からやってまいりました、なんててかんててと申します。あの、ご存知の方もいらっしゃると思うんですけどね、あの、ずいぶん変わったチームでございます。今日はね、第15回愛媛よさこい祭り復活おめでとうということで、ばっちゃんらがね今治から駆けつけてきましたんで、皆さんぜひぜひ、盛り上がっていただければと思います。はい、ばっちゃんら、ばっちゃんら、俺俺ちょっとポケットくんのボールくんね、ちょっと待ってね、いけるんかいね、いけるんかいね、用意用意かね。今年のテーマ、嬉し恥ずかし朝がよ、若い頃はちょっとブイブイ言わしたんだけど、年はね重ねたけど、まだまだ私がやれるでしょうっていうのがテーマでございます。どうぞ皆さん盛り上がっていただければと思います。ほな行きまーす。まだまだ私は輝ける。
さんなんだろうな。ありがとうございました。あ、何ですか大津に元気と笑いをありがとうございました。なんててかんててさんでした。いや、それにしてもあの木札って何なんですかね。あのおばあちゃんが下げてる木札ってあれ何なんやろうね、あれは。